小さい頃は神様がいて、不思議に夢を叶えてくれた。優しい気持ち目覚めた朝は、大人になっても奇跡は起こるよ。家庭を開いて、静かな木漏れ日包まれたなら、きっと目に映る全てのことはメッセージ。毎日愛を届けてくれた。心の奥にしまい忘れた大切な箱、口なしの香りの優しさに包まれたなら、きっと目に映る全てのことはメッセージ。優しさに包まれたなら、きっと目に映る全てのことはメッセージ。ありがとうございます。本日は優しさに包まれて、ありがとうございます。本日は優しさに包まれたならをお届けいたしました。いかがでしたでしょうか。この楽曲はカバーの録音の段階でシェイカーが入ったり木の音が入ったり、とにかくこうにぎやかに、にぎやかにと最近ねハマっているこの私の打楽器ブームをこう意欲をねかきたててくれたんですけど、結局行き着いたのはウクレレと、どういう風に声を奏でてこの楽曲がこう まとまるかというか、シンプルにこう表現できるかというところで、今日は歌とウクレレのみの弾き語りというところに挑戦してみました。私は G+、G シャープのコードで演奏してますが、おそらくもう一つキーを下げるとコードが弾きやすくなって、よりこうソロでトライできるんじゃないかなというふうに思っています。ぜひ一緒に演奏してみてください。7
7月に入って沖縄めちゃめちゃ暑いです。梅雨が終わって毎日びっくりするぐらい青空が続いてます。毎日ではないんですが、今日も青空が続いています。こう木漏れ日だけではね、ちょっとカバーできないぐらい日焼けがそう進んでいまして、私のお肌はこの夏にかけて夏を、一緒に夏とともにですね、本当に小麦色になります。なのでそれも合わせてね、楽しんでいただければなと思うんですが、なるべくこの緑のお部屋に影響が出ないような焼け方になればなというふうに願っております。それでは最後まで聞いてくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。